雪村先輩、お疲れ様です。作業中のところ申し訳ないのですが、土方さんが広場に来てほしいそうです。ああ、来たか。悪いな、仕事中だってのに。さてトシさん、呼ぶのはこれで全員かい？ああ、近藤さんは後から来る。雪村も来たことだし、話を始めるぞ。実はな、坂本龍馬が京に向かってるって噂が流れている。それがどうやら本人らしい。いつの間にやら薩摩から行方をくらましてたって話だ。これが他のやつだったら何かの見間違いじゃねえかって疑うところなんだが、あの坂本龍馬だからな。思いつきで突然京に来たとしてもないとは言い切れん。でだ、坂本を可愛がってる幕臣の勝阿波の守から依頼が来てな。あいつがこの京で暗殺されねえようなんとかしてくれだとよ。以前坂本を京の町から逃がした時みたいにですか？ああ、この間の寺田屋事件で坂本は見回り組や伏見奉行所の連中に恨みを買ってるからな。でも幕府や会津、土佐のお偉いさんは前々から坂本に手を出すなって言ってるんだろ。だったら見回り組や奉行所の連中にもそう伝えりゃいいだけじゃねえか。そうなんだが、上と現場の人間の思惑が食い違うってのはよくあることだ。特に伏見奉行所じゃ、前の事件では坂本が撃った銃の弾が原因で2人が死んでるからな。見つけたら捕まえるどころか殺しにかかってきてもおかしくねえ。いくら上からの命令があっても仲間の敵だもんな。そんな奴らに見逃せって言っても無理な話か。とはいえ中には上の命令に従う者もいるだろう。一応先方に通達だけはしておくべきじゃないかね。いや、そのような状況ではむしろ逆効果になりかねないかと。あれ、わからないの？手を出すなという話は、つまり坂本が近くに来ていると触れ回っているようなものだ。そういうわけで、奉行所や他の奴らに坂本の一件は伝わってねえ。知られりゃ面倒なことになるからな。その前に坂本を見つけ出して、どうにかこの京から追い出してくれ。承知しました。切っちゃっていいなら行きますけど、逃がせって言うなら僕は留守番で。掃除。てめえはまたそういうことを。さすがに幹部総出で坂本を探し回る必要はないでしょう。屯所に残る人も必要だと思いますし。また坂本をうまいこと今日から逃がさなきゃならねえのか。なあ、俺たちって毎回すげえ貧乏くじ引いてるよな。ああ、奉行所は捕まえようとしてんのに、俺たちは逃がそうとしてるわけだしな。なんで同じ幕府の中だったのに、あいつのせいでゴタゴタしなきゃならねえんだ、ったく。しかも前にもこんなことあったし。なんかやる気が起きねえよな。だな。坂本に振り回されっぱなしってのが気に入らねえ。この間だって苦労して逃がしてやったってのによ。あいつがまた来て捕まっても、今度は自業自得ってやつじゃねえか。なあなあ、いっそ見なかったことにするってのはどうだ。見回り組や奉行所のやつらが先に見つけるのを待つとかさ。ほらこら、新選組の立場上、そういうわけにはいかないだろう。ああ、源さんの言う通りだ。依頼を失敗するわけにはいかねえ。ようやくこの新選組も幕府から認められて、給金も出るようになってるんだ。ここで勝谷や会津の面目を潰して不況を買ってもいいことはねえだろ。まあな、それで給金が出なくなっても困るけどさ。それに任務一つ果たせぬようでは、新選組の名に傷もつきかね。ああ、よそからならともかく、今回の一件は会津公から直々に頼まれちまったんだからな。土方さんって相変わらず面倒ごとを引き受けてくるんですね。しょうがねえんだよ。新選組をでかくしていくためには必要なことだ。仕方ねえ。民を守るのが新選組だもんな。坂本が向こうの民かは別としてよ。だな。だがそれをそうと、なんだって坂本のやつはこの時期に京に来てやがるんだ。何も考えてねえんじゃねえの。あいつ変なとこバカっぽいし。いや、それは考えにくい。命が狙われていると分かっていても、京に来る理由があったのだろう。命よりも大事な理由って、例えばどんなのだよ。おそらくは、尊上老師との連絡や京の情勢の確認ではないか。そんなの本人じゃなくたってできるだろう。山崎に島だ。坂本が京に来る理由とか行きそうな場所とかわからねえのか？坂本はおそらく使い慣れた伏見を経由して京に来ると思われます。そうなると宿泊するのは京ではなく伏見ではないかと。けどこの間伏見の寺田屋で襲われたばかりだろ。なら伏見は使わねえんじゃねえか？確かに寺田屋には泊まらないかもしれませんが、船を使うならどの道伏見は通ります。それに新八の言う意見の裏を書いて再び寺田屋を利用するという手もあるな。はい、最悪前回と同じように伏見の薩摩藩邸に逃げ込むことや船で逃げることを考えると、やはり伏見のどこかに寝泊まりする可能性が高いかと。なるほどな。じゃあ京に来る理由の方は？それが申し訳ないのですが、今のところつかめていないのです。伏見あたりで何か大きな動きがあるという話も聞いていませんし、あるのは祭りぐらいで。祭りか。捕まる可能性があるのに京へ来る理由にしちゃ弱すぎだな。いや、あいつのことだしな。誰かと祭りに行く約束をしててわざわざ来たのかもしれないぜ。もしそれが本当ならバカすぎるだろ。そもそもあいつがそこまでして祭りに行きたいような相手なんて。千鶴、あいつと祭りに行く約束とかしてねえだろうな。平助にしてはいいところに目をつけたよね。俺にしてはってどういう意味だよ。ねえ土方さん、坂本ってもしかしてこの子に会いに来るんじゃないのかな？ないって言いたいところだが、あの坂本だからな。その可能性も捨てきれねえな。そんじゃ坂本を探しに伏見に行くのは、まずは斎藤。は、承知しました。それから新八に平助、原田、お前らにも行ってもらう。分かったよ。どうせ断れねえんだろ。あんまりやる気は起きねえけど仕方ねえか。ついでに祭りも見物できるって割り切るしかねえな。伏見に行ってる間なんだが、宿を手配してよ。多少の晩酌なら目をつぶってやるよ。本当かよ土方さん、今回は話がわかるじゃねえか。坂本探しはこの長倉新八に任せとけって、パッと見つけて今日から追い出してやるぜ。土方さん太っ腹だな。っていうか俺さ、最初から行こうと思ってたんだよな。任せてくれよ。お前ら変わり身が早すぎだぜ。で土方さん、俺はこの2人のお目付け役ってとこか？はあ、お前たちはバラバラにするより揃ってた方がいいと思ってな。酒は飲んでもいいがほどほどにしとけ。その分新八と平助のことをちゃんと見とけよ。わかった、任せといてくれ。まあ坂本を探す方が先決だけどな。で宗次、お前は屯所に留守番だ。へえ、本当に留守番でいいんですか？万一坂本の目的が雪村に会うためなら、ここに来るかもしれねえだろう。お前はその時の保険だ。はいはい、わかりました。坂本がこっちに来たら切っちゃえばいいんですね。バカ言うんじゃねえ。追い返すんだよ。いいな。分かってますって、それくらい。それから山崎と島田、お前たちは伏見とここの連絡を頼む。承知しました。わかりました。それと源さんも留守番を頼む。ああ、任されたとも。もしかして留守の責任は重大かね。ああ、今回の一件はここにいる以外のやつには知られないようにしておきて、伊藤たちのことをそれとなく見張っててくれ。分かってるよ。掃除や三男さんと協力してうまくやるさ。それから雪村、お前も伏見に行ってくれねえか。坂本を探す人数は多けりゃ多い方がいい。お前はあいつを知っているうちの一人だからな。そう言ってくれると助かる。おっ、一緒に伏見か。そいつは楽しみだな。遊びに行くわけじゃねえんだぜ。分かってるって。でも楽しそうじゃねえか。祭りで人が多いだろうしな。はぐれねえようについてこいよ。じゃあ雪村、お前も頼む。坂本の方からお前に接触をしてくる可能性もあるからな。静かにしろ。誰か来る。みなどうかね。かつ阿波の神からの依頼は果たせそうか。会議中のところ失礼します。なんだ、イサミさんたちじゃないか。びっくりさせないでくれ。今ちょうど方針が決まったところだ。なんとかやってみるさ。そうか。いろいろ無茶な頼みばかりだが、皆もよろしく頼む。心配しなくて大丈夫ですよ、近藤さん。坂本の追放ぐらい朝飯前ですから。はは、掃除にも期待してるぞ。ところで今更なんだが、都市に頼みがあったな。実は今回の一件に相馬君と野村君を加えてほしいんだ。はあ？こいつらを？いや、都市の懸念は分かっている。二人は坂本の顔も知らないし、足を引っ張るかもしれん。だが経験を得るための良い機会だと思うんだが、どうかな。副長、どうかよろしくお願いします。俺も野村も未熟は承知の上です。人手も足りないと聞きましたし、俺たちでも何かの役には立てると思います。別にいいんじゃねえの。伏見とは少し距離もあるし、いざって時の連絡係は必要だろう。さらに千鶴の事情も知ってるやつとなると、ある程度限られるしな。仕方ねえな。斉藤、悪いが。分かっています。現場では俺が責任を持って面倒を見ます。よし、分かった。近藤さん、経験を積ませてえのも確かだしな。この2人は今回の一件に加える。だが伏見にやるのは1人だけだ。もう1人はこっちで待機だ。ああ、それでいいとも。ありがとう、トシ。相馬君も野村君も頑張ってくれよ。はい、皆さんのご期待に応えられるよう頑張りますので、よろしくお願いします。任せてくださいよ。連絡係でも雑用でもしますんで。それじゃ相馬と野村のことは一旦山崎と島田に任せろ。はい、承知しました。わかりました。山崎さん、俺と野村のどちらかが伏見と聞きましたが、具体的にはどのように？君たちの仕事は連絡係だ。伏見に1人、この屯所に1人を配置し、何かあればもう片方に連絡する。互いの場所を行き来することになる。かなり足を使う仕事になるぞ。なるほど、承知しました。では君たちに最初の仕事を頼みたい。伏見で皆さんが寝泊まりする宿の手配をしてもらおう。それだったら任せてください。ちゃんと立派な宿を手配しますから。バカ、俺たちは人探しに行くんだから、目立たない宿に決まってるだろう。ああ、俺たちは宿の手配のために皆さんより先に出るからな。それと伏見は水路の方が便利だから、移動や見張りのために船も用意してくれ。おお、なんだかすげえ秘密の仕事っぽいな。本当に分かってるのか野村、実際に秘密裏の仕事なんだぞ。ああ、その通りだ。常に緊張を持って仕事に当たってくれ。俺たちの働き次第で他の方々がそれだけ動きやすくなるからな。頼んだぞ、2人とも。はい。さて、新八、原田、平介、お前らも準備が整い次第向かってくれ。斉藤は雪村を伏見まで頼む。向こうでも一人にさせる。承知しました。お任せください。みんな気をつけて行ってくるんだよ。私たちはきちんと留守を預かろう。万一坂本がこっちに来たら、きっちりと追い返しておくから安心していいよ。よし、じゃあ行動開始だ。各自抜かるんじゃねえぞ。はい。今ここで何やら重要な会議が行われていたようですが、なぜ私を呼んでくださらないのですか？おお、武田か。伊藤さんたちと一緒だったんじゃねえのか。いつも伊藤参謀と一緒にいるわけではありません。こう見えて私はいつも近藤局長の役に立とうと思っているのです。伊藤参謀に近づいているのも元を正せば近藤局長のため、この新選組のためなのです。それよりも副長、伏見で何かあるのですか？何やらそんな言葉が漏れ聞こえた気がしたのですが。なあ、伏見の祭りに近藤さんが興味あるらしくてな。知ってるやつがいねえか聞いてたんだ。伏見の祭りですか。では私も調べておきましょう。詳しく分かりましたら近藤局長へ知らせに行きますので、よろしくお伝えください。ああ、頼んだぜ。いや、あの様子だと一部だけだ。だが油断も何もあったもんじゃねえな。伊藤一派に取り入ろうとして失敗しててな。またこっちにくら替えしようとして何か手柄を狙ってるんだろう。伏見で何かあるって気づいたかもしれねえ。厄介なやつに目をつけられたな。おい雪村、伏見に行く連中に問え。武田が伏見に行くかもってな。奴のことはこっちでも見張っとく。いなくなったらすぐに連絡するからいいな。あんたをここまで無事に連れてくるのが俺の任務の一つだ。問題ない。それにこれから一日歩き通しになる。今無理をして疲れても困るからな。安心しろ。手配した宿に目印があるはず。俺たちだけにわかる特別な合図を出しているはずだ。おそらく間違いないだろう。だがこの宿はいささか豪華すぎる。それにあの合図は。ああ、そうだな。やはりここで間違いなかったというわけか。お、二人ともようやく来たのか。待ちくたびれたぜ。大丈夫だって、俺たちもちょうどどうするか話してたところだしよ。さて、じゃあこれで全員が揃ったってわけだな。千鶴も疲れたろう。お茶でも飲んで足を休めとけよ。さて、捜索の話に入る前にまずは聞きたいことがある。この宿を選んだのは誰なのだ。それとあの合図を作ったのは誰だ。申し訳ありません。実は俺が。いえ、相馬のせいではありません。どちらも用意したのは野村なので。はい、俺と野村は拠点となる宿を手配するために先に来たんですが、気づいた時には野村が。幹部の皆さんが寝泊まりする宿だし、妥協は許されねえよな。立派なところを選んでおいたぜ。それに俺たちでなきゃわからねえ秘密の合図って言えばあれだろ。じゃあ屯所に戻って待機してるから、後のことは頼んだぜ。すみません、隠密行動だと何度も言ったんですが、その後手配を撤回しようとしている間に長倉さんたちが到着してしまい。申し訳ありません、斉藤さん。いや、構わぬ。ひどく寂れた宿に我々が入ってもそれはそれで悪目立ちするからな。ああ、野村が選んだ割にはいい宿だし、俺は気に入ったぜ。つうか新八さんが気に入ったのはこの宿で飲める酒だろ。いささか豪華だとは思うが、要は俺たちが新選組だとバレなきゃいいんだろう。ではこの宿を坂本探しの拠点としよう。山崎、お前はこの後どうするんだ。皆さんとは別行動を取ろうかと。奉行所や見回り組の動きを監視し、何かあれば知らせる予定です。そういえば雪村、副長から伝言を預かっていたのは。皆も揃っている。伝えるといい。武田さんが来るかもしれねえって本当かよ。ただでさえ忙しいってのにめんどくさいことになったな。だが来ると決まったわけではないし、向こうで姿が消えれば連絡が来る。そんじゃあ、もしこっちであったら俺たちは伏見の祭り見物に来たってことにしとこうぜ。ああ、それでいいぜ。それじゃ坂本探しをどうするか改めて相談するか。ああ、名付けて一本釣り作戦。酒窓をするのに一番いい作戦だぜ。まず寺田屋に坂本宛ての手紙を残すんだ。伏見の祭りに来てますとか書いてな。でもって千鶴ちゃん目当てにのこのこ寄ってきた坂本をみんなで捕まえるってわけだ。ちょっと待てよ、そんなの聞いてないぜ。俺は反対だからな。つうかさ、いつも言われてるだろ、千鶴のことは守れってさ。おとりにするとか本末転倒じゃねえか。いいじゃねえか。敵へのおとりにするわけじゃねえし。俺も反対だ。俺は直々に雪村のことを頼むと副長から言われているからな。まあ俺も最初は斎藤の言う通り反対だった。なんだよ、まさか佐野さんも賛成とか言うんじゃねえだろうな。まあ聞けって。実際考えてみりゃ坂本がこいつに危害を加えたことはねえんだよ。俺たちの目的は坂本を他のやつらより先に見つけることだろう。ならこの作戦もありかって思うとこもある。さすが佐野、分かってるじゃねえか。うるせえ、調子に乗んな。てめえは絶対そこまで考えてなかったろ。それにいくら有効だっつってもやるかどうかは千鶴次第だからな。山崎と相馬はどう思う？俺は正直驚きました。随分と思い切った作戦かと。しかし確かに隠れた坂本を探すよりおびき寄せる方が早いかもしれません。推奨はしませんがこの作戦の有効性は否定できないかと。俺はどちらかというと反対です。こちらが監視さえしていれば雪村先輩の危険はさほどないように思いますけど、女性をおとりにするという作戦を俺たち新選組がしていいのかどうか。そうだそうだ、よく言った相馬。千鶴をおとりとかやっぱりダメだろなあ、はじめくん。確かに俺も反対していたが副長は何としてでも坂本を見つけ出せと言っていたからな。俺にはこれで坂本が出てくるとも思えねえんだけどな。となると今のところ賛成と反対が同数ってわけか。雪村、当事者のあんたとしてはこのおとり作戦をどう思う？確かにその通りだな。やっぱり新八が考えた作戦だし穴があったか。あっ、ずりーぞ佐野、お前だって賛成してたじゃねえか。確かに坂本が出てきたとしてもかなり警戒されそうですね。あえて最初は先輩に接触せず様子見に徹して出てこない可能性もあるかと思います。逆にその監視中の坂本を探すという手もなくはないが。なんかすげえめんどくさい話になってきたけど、結局どれもこいつをおとりにするのは同じだろ。ったらどうなっても俺はこいつの護衛につくからな。わかったわかった、そん時は英介に任せるぜ。では俺はこれから奉行所を確認しつつ伏見の町の中を探索してきます。何かあればお伝えしますので、皆さんは坂本をよろしくお願いします。失礼いたします。頼まれたものをお持ちしました。頼まれたもの？誰か何か注文でもしてたのか？晩酌の酒なら帰ってきた後で構わねえぞ。おかみ、すまぬがそれは誰が頼んだものだ？石田薬右衛門様のご注文ですが。野村か。野村だ。偽名を思いつかなかったのか、あいつは。ああ、おかみ、その注文とは一体？あ、浴衣でございますよ。浴衣だ？ここは温泉ってわけじゃねえし、なんで浴衣なんだ？それはもう、祭り用の浴衣に決まっております。一着は女性用と受けたまわっております。ぜひお着替えください。遊びじゃあるまいし、あいつは何を考えてるんだ。いや、これは存外悪くない。我らは京で名が知られているし、姿を変えるのは有効だろう。確かにな。仮に見回り組あたりに見つかったとしても、個人で遊びに来ている風を装えればこっちの狙いは気づかれにくいしな。この宿といい、合図といい、そして今度は浴衣か。野村もいい仕事してくれるぜ。そういうものですか。まさか野村、そこまで計算して。いや、どう考えても違うだろう。結果的にそうなってるだけで。木村先輩はどうしますか？女性ものもあるようですが。いや、女物でいいから。むしろ女物がいいから。ああ、せっかくの機会なんだしよ。な、相馬もそう思うよな。なぜ俺に？はい、俺も先輩にはこの綺麗な浴衣が似合うかと。ではそれぞれ浴衣に着替えたら作戦を開始するぞ。おいつでもいいぜ。別の目的があるとはいえ、やっぱ祭りってのは心が浮き立つよな。だな。仕事はさっさと終わらせてゆっくり見て回ろうじゃねえか。その後はキューッと晩酌だな。今回は土方さんの許可ももらってるしよ。まずは坂本を見つけてからですね。すぐに見つかるといいんですが。雪村、これから我らも全力で務めを果たすつもりだが、坂本を探す上ではあんたの存在が鍵となると思う。頼んだぞ。千鶴ちゃん、本当にやってくれるのか？言い出した俺が言うのもなんだが、お前さんを餌に使うような作戦だぜ。そうか、その心意気しかと受け取った。お前さんの身の安全は俺が守るから、安心しておとりになってくれよ。その言い方なんか変じゃねえか。安心しておとりってなんだよ。言っておくけど、俺はまだ反対だからな。今まではそうだったとしても、今回はちょっと違うだろう。ほら、状況っつうか、お前がいつもと違うっつうか、その今日のお前、いつもより可愛いだろ。ほら、女物の浴衣で髪も下ろして、いかにも可愛い町娘って感じだし。そういやそうだな。普段は男の姿で坂本と会ってるが、それでもちょっかいをかけてきてるし、あの坂本が豹変してさらいにかかったっておかしくねえぜ。いや、やっぱり俺坂本なんかに今のお前見せたくねえ。そうだな、平介。わかるぞ、その気持ち。俺のおとり作戦は完璧だけどよ、唯一の誤算は千鶴ちゃんがちっとばかり可愛すぎることだぜ。いや、可愛いって。いや、なんつうか言ってることは正しいんだけどよ、なんかちょっと悔しいんだよな。ああ、わかるぜシンパッタン。任務のためとはいえ千鶴が坂本を心配してるの見るとなんかモヤモヤくるよな。おお、まさにそれだ。他に方法はねえわけだしな。改めて千鶴ちゃん、踊りの件よろしく頼む。さっさと坂本をとっ捕まえて丁重にお帰り願おうぜ。よし、ようやく3人の気持ちが一つになったところで、そんじゃあ始めるぜ。坂本捕獲大作戦開始だ。ああ、大丈夫か？ああ、あいつがこの周りのどこかにいるのは気づいてる。けどお前不安そうな顔してたろ。だから何かあったのかと思って。いいって気にすんな。心細そうに歩くお前見てるだけでもともと胸が苦しかったしよ。坂本が近くにいるって時点で作戦は半分成功したようなもんだろ。おい坂本、いるんだろ、出てこいよ。余計なことして悪かった。ちゃんと説明するから出てきてくれ。さっきからおったちや。要件があるがやったら面と向こうて呼んでくれたらええもん。おまんらが手紙で呼び出したに何やらこそこそやりゆき、しばらく見させてもろうたがよ。んで要件は、まさかここに俺を呼び出しちょいてお縄にするらってわけやないろにゃ。そんなわけねえだろ。そもそもそのつもりだったらこんな正面から呼んでねえっての。ん？そうか。女心がちっとも分かっちゃあせん新選組が珍しい女物の浴衣を着せて可愛い姿をさせてやりゆうとか。どう考えても俺を呼び寄せる罠にしか見えんぜよ。だから違うっての。こっちは伏見が危険な場所だってわざわざ教えに来てやったんだぜ。そっちも話を聞く気になったから顔を出したんだろ。違うか？案外察しがええがやにゃ。よっしゃ、あっちにおる筋肉バカも呼んだら詳しい話を聞かせてもらおうか。そういうことやったがか。それはこっちの事情に巻き込んで悪かったね。本当に悪いと思ってんのかよ。ずいぶん上の人からも命令が来てたんだぜ。ああ、行き先も告げんとたったき心配かけてしもうたろうにゃ。特に申し訳ないがは勝先生にやな。まさか新選組に頼ることらになってしまうとは。それはどういう意味だよ。俺たちじゃ頼りにならねえって言いたいのか。ああ、そうやないき。ちゃんとこうして俺に会えちゅうやいか。俺のために新選組相手に借りを作らせてしもうたがが申し訳ないがよ。まあとにかく事情は分かったき。伝えてくれてありがとう。ほんなら俺はこのまま大阪に行くぜよ。そうか、それなら俺たちも助かるってもんだ。なあ坂本、去る前に一つ教えてくれよ。命を狙われてるのにわざわざ伏見まで来た理由って何なんだ。まさかこいつに会うためか。いやいや、残念ながら別件じゃよ。もう終わったし、ほんまいことや。俺たちに関わりのあることじゃねえだろ。ああ、新選組や幕府には関係ないき。安心しや。いまいち信用できねえな。やることなすことうさんくせえっつうかよ。おいおい、ひどい言い草やにゃ。千鶴、おまんは信じてくれるろ。ほんならにゃ、新選組ありがとう。やっちまった。お前がおとりになってた時、勝手に姿を現しちまったことだよ。前々から土方さんたちにもよく言われてるんだけどな。俺は考えるよりも先に動いちまうことがあるから、もっとよく考えて動けって。それはたまたま坂本が聞く耳を持っててくれたからだろ。もしも別の状況で俺が突っ走って他のやつを危険にさらしたりって思うとさ。千鶴、いや、ずっと見てたからさ、お前の一挙手一投足、それに唇の動きまで。だから分かったんだ、お前が俺を呼んでるって。それで気づいたら勝手に動いちまってた。そんなことしたら冷たいだろう。俺はいいんだよ、ちょっと歩き回って疲れたし足冷やしたいだけだから。そんなに足疲れたのか。熱冷ましとか、なんか薬いるか？そっから先は言わなくていいから。これからもお前が危なそうな時はちゃんと見ててやるから、俺が必要な時はいつでも名前を呼んでくれよ。いつでもどこにいても飛んでいってやるからさ。今じゃなくてもいいか。新入隊士が喧嘩始めてるって聞いてさ、止めに行くところなんだ。あのさ、片付いたらちゃんと戻ってくるから。悪い、すぐ本当に戻ってくるから。そんじゃ行ってくる。